会議、ゲルミンスのデブル増えてきてると思います。今日はですね、ついにシーズン2開幕直前という形で、開幕の数時間前に動画を撮って出しております。なので今日はですね、シーズン2が始まるまでの準備というか、どういったアップデートのタイミングで来るのかっていうところ辺をですね、みんなと共有していきたいというふうに思っておりますので、早速やっていきましょう。本日の目次、こちらは1つ目シーズン2来るぞ、2つ目アップデートの詳細で、最後にそれを踏まえてトレーラーという形でやっていきたいと思います。でまず1つ目なんですが、シーズン2来るぞという形なんですが、シーズン2ですね、今日の日付が変わった後くらいにちょうど来る予定です。でですね、いろんな動画で俺ですね、このシーズン2始まるタイミングが夜中の AM3 時っていう風に伝えてたんだけど、これちょっとね、ごめん、1時間ミスってたみたいで、その情報が出たタイミングで時間を変換したんだけど、おそらくその時サマータイムっていうのがね入ってたみたいなので、1時間ずれて AM の2時ですね、AM2 時に始まるというところになるみたいなので、ちょっとねここはすいません、何回か3時って言ってたんですけど、ここは2時にねなるみたいです。でこれに関してはなんか時間のねカウンターみたいなのが公式にあるので、あと何時間で開幕みたいなのを計算してみたら AM2 時だったんで、まあとりあえず日本時間で言うと午前2時に始まるっていうところなので、まあちょっとねAM3 時よりかはまああれなんですけど、結局始まるの深夜回という形なので、まあ次の日お仕事とか学校があるね皆さんには非常にタフなね日程になってくるかと思います。はい、まあなんならディスコードの中ではね有給を取った強者もいるみたいなんですが、はい、そんな感じで AM2 時にシーズン2開幕なので、皆さんこちらの方に備えていただければっていう感じで、でその前にでもまあ大事なねことがあって、まあアップデートがあるんですよ。まあいろいろ俺が散々ね伝えてきたと思うんですが、この大型アップデートじゃあいつ来るんですかという話なんだけど、シーズン2とシーズン1の間がないからね、このアップデートの詳細についてやっていきたいと思います。で今の段階でですね、一応公式サイトにそのアップデートがいつあるよっていうのが書いてあって、そのディアブロ4じゃなくて会社全体のアップデート、ディアブロ3とかウォークラフトとかだっけ、いろんなゲームタイトルがあって、何時間何時間みたいな感じで書いてあるところにディアブロ4もアップデートの時間書いてあって、それを見ると10月18日水曜日12時から1時まで、これAM ね、夜中の12時から1時までっていう形になっておりますので、まあそういった形で、うわ死んだ、なのでまあとりあえず12時くらいから大型アップデートが入り出してみたいな、そんな感じになって、で最終的にはまあ1時ぐらいにアップデートが終わるというような形なんだけど、ちょっとね分かんないのが、ディアブロ4ってなんかそのアップデートのやり方だけはめちゃくちゃ優秀で、なんかね同時にですね行えるんですよ、プレイしているのと同時に。なのでリアルタイムでいちいちそのサーバーがダウンしない状態でアップデートができる謎のスーパーテクニックを持ってるのって、この12時から1時の間でまあどうなるか、ダウンするのか遊べないのかっていうのは分かんないです。今のところ遊べたことの方が多かったので、もしかしたらシーズン1そのまま遊べる状態でできて、で最後にまあなんだろうな、ゲーム再起動して、そこでアップデートしてシーズンが始まるみたいな感じになるんじゃないのかなっていう風に僕は思ってますね。多分予想ではあるんだけどねっていう感じなんで、まあ基本的にはアップデートが来るタイミングっていうのはもう本当に直前で、18日の0時っていう形 でそこから1時間ほどメンテナンスをやるというか、そういったまあ風に書いてありますので、まあ今後ちょっとまあ本当にねプレイしてみないと分かんないんだけど、そのライブアップデートって呼ばれているゲームを起動したまま勝手に裏側で運営がアップデートしてくれるパターンなのかもしれないしっていうところなので、ちょっとねマジでここは分かんないです。はい、っていうところなんで、まあとりあえずね、まあ直前に大型アップデートが来て、そのままシーズン1から2に切り替わっていくというような状況になっておりますので、まあそこら辺がですね今回のポイントかなっていう感じで、リアルタイムでやる人に関してはまあここら辺を注意しておくといいんじゃないかなっていうところで、僕もねリアルタイムでシーズン2開幕と同時にねやりますので、ぜひね生放送ねやりますので、皆さん見に来ていただければ嬉しいなという感じで、まあシーズン2
ーズン1同様ね、開幕スタートダッシュやっていきましょう。でまあその時にね、今みんなが投票してくれている職業何にする、クラス何にするってやつをですね発表したいと思います。その時のね最高投票率のやつをですね、はい。でですね、今回は、最後にですね、なんとトレーラームービーを今回ですね運営が出しております。シーズン2のついにねこういう時間帯にどうまた死んだなってきておりますので、それをねまたみんなと見ていきたいと思います。結構ですねシーズン2の内容がだいぶ詰まってるので面白いんじゃないかなというふうに思いますね。ということで早速見てまいりましょう。これがですね新しいこのトレーラー、あこれあれでしょ、ボスでしょ、ボスでしょ、絶対ボス、今のボスっぽいな今の。あこれやっぱりなんとか教だよね、名前ちょっと忘れちゃったけど、なんかジルーみたいなそんな感じの名前だったよね、うん、でここら辺がヴァンパイアの敵になるのかな。ニュークエストラインって書いてあるから新しいこのシーズン2のクエストラインっていうところだよね。お火吹いてるぞ、え火吹いてる、すごい、これ敵なのかな。でこれヴァンパイアだよね。でこれはあでもこれあれだな、多分ネクロマンサーだよね、今鎌持ってたから。でヴァンパイアパワーって書いてあったので、ヴァンパイアの力ですね、マリグナントで言うと心臓の力みたいなのを使っているシーンですね。なるほど、すごいね。でこれブラッドハーベストなんで、まあ、ヘルタイドのなんていうかな、ヴァンパイアバージョンみたいな感じかな。ヘルタイドはもちろん行われるんだけど、ヘルタイドと同じような感じでこのヴァンパイアハーベストっていう、あ来たボスだ、エンドゲームのボスだ。あこれボ、あこいつこいつこいつ、ウーバーユニークゲットできる。あでこれナイトメアダンジョンのボスだね。でこのイモムシみたいなやつがあれなんだよね、最後の一番の大ボスになるんだよね。でリワード、リワード、あこれはスキンだ、スキンだ、ほうなるほど、っていう感じか。うわーすごいいいね、かっこいいスキンだね。で今回はねスキンの中でも新しいですねものが導入される形なんですね。ポータルもね、こう後ろにあるポータルもスキンとしてゲットできるから、自分らが今までさ街に戻った時ポータルブーンってあるじゃん、あれがこういう風に色付けされたりするらしいです。っていうのは面白そうだよね。これエンドゲームとかってこういう風に戦ってるんだな。あちょっと待って、めっちゃ毒とか置いてるな。あーこれもさ雷の柱とかじゃん、なのでそういった、これ毒沼でしょ、多分今までの属性のエリートの攻撃のめっちゃ拡張版な感じなのかな、結構面白そうだよね。で、ここら辺とかもこのヴァンパイアパワーズっていう形だから、これがマリグナントの心臓の代わりだね、ヴァンパイアパワーだ。ここら辺がおーすごい、なんかビュンって移動してる。あでもやっぱりその抑圧負荷ができないクラスが抑圧負荷できたりするのがいいよねっていう感じですね。うわ面白そうだねこれねやば、まあ、どんな感じになるのかやっぱプレイしてみないと分かんないところは結構あるんだけど、かなりねワクワクしちゃう内容かなっていうふうには思いますね。っていう感じでですね、まあ、トレーラー的にはこんな感じになってて、まあ、いろんなね新要素とかが出て、でさらに今までいろいろねアップデートで伝えてきたんだけど、めちゃくちゃ大量のアップデート内容が来てるから、これを踏まえての本当に全く新しいですねディアブロ4となるので、まあ、ぜひね皆さんこれね新しいディアブロ4を楽しんでもらえればっていうか、一緒にね楽しめれば嬉しいなっていう感じなんでね、ぜひまあこんな感じでね遊べればっていうところなんですが、1個だけちょっと俺が気になってるのが、バトルパスが出てないんだよね。でバトルパスなんだけど、公式ページ今12時、まあ1時前かなお昼の見たんだけど、まだそのカミングスーみたいな感じなんですよ、近日公開みたいな形で書いてあって、値段が書いてないから、やっぱりね僕あれなんですよね、我慢できずにスキンとかバトルパスとか買いまくっちゃうんで、まあある程度生放送に向けて、危ない足だ、お金をねある程度コインを入れておこうかなと思ったんですけど、そうバトルパスの料金とかも分かんないので、どの程度必要なのかなっていうふうに思ったりするところもあるので、そのバトルパスだけがですねちょっと分かんないんだよね。今んとこ何も出てないっていう感じですね。なのでどうなるのかはちょっとよくわからんっていうのが正直なところですね。一体どうなってるのか、いくらなのかっていうのがわかんないし、もしかしたらこれワンチャン安くなって、シーズン2はシーズン1ごめんなさい価格になって、ロットがファインプレイするのかもしれないです。ちょっとわかんない、ここは本当にここだけちょっと俺気になって、いろいろね、まあ情報はだいぶできてるので、でプロモーションムービーもあるので、あとはもうなんて言うんだろうな、やるだけというかプレイしてみて、そこでねいろいろプレイしている実感とか所感をね
確かめるって感じなんだけど、触んないと分かんないとかほとんどだからね。あとはなのでそこら辺考えると、まあ本当にバトルパスの値段ぐらいがね、ちょっとなんか謎っていうか、どうなるんだろうなっていうところになってるので、そこら辺がね結構まだ謎な感じになってるので、まあどういう風な形になるのかなっていうようなイメージですね。ここはちょっとわからんっていうところ、もしかしたらなんか本当にサプライズするのかもしれないねっていうところなんでね、結構シーズン2にまあ備えていろいろ情報を集めてみたんですが、皆さんいかがでしょうか。結構ワクワクしてきているんですが、僕はやっぱねシーズン1がちょっと不完全燃焼だったから、もうかなり俺はねシーズン2にね大きく変わって、まあもともとディアブロが好きだっていうのがあるんだけど、まあディアブロ3からね、まあ一応やってるから、まあ、なんだけど本当にね楽しいディアブロをね、やってほしいなっていう感じですね。かなりまあディアブロ自体はですね、いい素材だと思うので、このディアブロ4自体はねかなり面白くなれるポテンシャルはあるなという感じで、まあ僕自体も思ってるので、そこら辺踏まえてですね結構期待はしてますっていう形ですね。ぜひうまくいってほしいなっていう感じです。あとはねもう本当にね生放送やるんで、皆さんね一緒に楽しんでもらえればっていう感じなんで、シーズン2はねまたシーズン1の序盤のようにねがっつりねやっていこうかなって感じなんでね、みんなとまたいろいろねアーダコード新しい環境でね言い合えればっていうか楽しめれば嬉しいなっていうふうに思ってますので、ぜひね生放送もですね見に来てください。で生放送に関してはね1点だけあれなんですよね、コミュニティ選挙をしてて、 YouTube のコミュニティ内で選挙をねしてまして、俺がね今まで本当ディアブロ3、4にかけてずっとネクロマンサーしか使ってなかったから、2はせっかくだから新しいクラス使おうぜみたいな感じでやってますので、でまあそこでみんながね結構投票してくれたので本当にねありがとうございましたっていうのと、どのクラスになるか分かんないっていうのと、8の多段ヒットバーチクソエグ8のこの多段ヒットマジでやばい、逃げ場がないっていうところだけは伝えておきたいなっていう形でね、どのクラスになるかはお楽しみくださいっていう形で直前までね集計するので、パーセンテージがね一番多かったものをやろうと思ってますので、シーズン2ね楽しみに待っておきたいというふうに思います。でシーズン2の目標は私ただ一つです、全てのウーバーユニークを獲得したいと思っております。なのでねそれを目標にいろいろ新しいねシーズン2は楽しめたら嬉しいなっていう感じと、まあできればねなんていうの、メインはもちろんメインっていうかファーストキャラはそう投票で行った最初に出たキャラクターをやるつもりなんだけど、クラスをやるつもりなんだけど、でまあネクロマンサーね好きなんで基本的にはね、まあやっぱりサブキャラとしてというかセカンドキャラとして次やるキャラとしてはネクロマンサーをやりたいなというふうには思ってますので、まあそんな感じでね2キャラぐらいは最低でもレベル100にしていろいろやり込んでビルドとかもね解説動画作れたら嬉しいなって感じですね。まあその新しいクラスがね最初のファーストキャラがどうなるか分かんないけど、ネクロマンサープラスアルファでやっていきたいなっていう感じでね思っておりますね。いやーちょっとどうなるかなかなかねっていう感じでね、今日はね皆さんに蜂の恐ろしさっていうのをね分かっていただけたかと思います。シーズン2に向けて、はいっていうところでね今日はこの辺にしておきたいと思います。で KTR ゲームではこんな感じでディアブロ4ねシーズン1でだいぶこけたんですが、諦めずずっとね信じてやっておりましたので動画だいぶ出てます。でさらに今後ももちろんもっとね出していくので、ぜひねチャンネル登録と高評価で応援していただいて、生放送とかもね見に来ていただいて一緒にねあーだこーだわーわーキャーキャーね遊んでいただければ嬉しいなって感じで思ってますので、ぜひね皆さんよろしくお願いしますという感じでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。皆さんスタートはですね10月18日水曜日 AM2 時です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。